ヨブズは大学を中退した後も潜りで授業を聴講していた。潜りで聴講生をしている期間、お金がなく学生寮の床で寝泊まりし、コーラの瓶をお金に換え、寺院で無料の食べ物をもらっていた。若い頃は不潔だった。ジョブズはアップルを追放された。しかしジョブズはめげることなくアニメーションスタジオを買収。それが後のピクサーだった。そしてその後アップルの CEO に返り咲き、落ち目だったアップルを復活させた。ジョブズは約障害者用のスペースに駐車をしていた。ジョブズは魚以外の肉は食べなかった。ジョブズは強烈な人物だった。従業員を怒鳴りつけたり罵声を浴びせたことで有名だった。しかしそれ以上に恐ろしいのは彼の沈黙の時だった。彼は地獄のように押し黙って、暗い眼差しをし、何かを投げかけるようにただじっと凝視する。 iPhone は2007年の Mac ワールドで正式デビューを果たすまで Apple 本社でも極秘プロジェクトとして扱われた。開発が始まったのは2004年末。プロジェクトには数百人のスタッフが関わった。アップルはこのプロジェクトのために一つのフロアを割り当てて、防犯カメラと従業員のバッジ読み取り装置を完備した。この施設はパープルドームと呼ばれ、扉の外に出たらこのプロジェクトのことを口にしてはいけないというルールが徹底された。なぜパープルドームと呼ばれ、ルールを破った者にはどのような処罰があったかはわからない。